アトレチコパラナエンセは、ブラジルパラナ州クリチバをホームタウンとする、ブラジルプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。パラナエンセとは、パラナ州の人、ものを表すポルトガル語で、他地域にある、アトレチコと名のつくクラブを区別するため、略称は、アトレチコ PR と表示される。PR は、パラナ州の略称である。1924年3月21日、 それまでクリチバに存在したインテルナショナル FC とアメリカ FC という2つのクラブの合併が発表され、5日後の3月26日にアトレチコパラナエンセが正式に設立された。1990年代に入ってからは、クラブ施設の強化に力を入れ、2001年には2001カンピオナーとブラジレーロセリエ優勝、2005年にはコパリベルタドーレス決勝進出を果たすまでになった。 2005年には、京セラドキュメントソリューションズのアメリカ支社が2008年までのスタジアムの命名権を取得し、京セラアリーナという名前に変わった。2013年12月8日、セリー AA 第38節、ホームにはスコダガマを迎えた試合の最中、観客席で重症者3名を出す大規模な暴動が発生。アトレチコパラナエンセは、 バッキンム観客試合などのペナルティを課された。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。